ハンダ・アケミは、日本の女性声優。青にプロダクションに所属していたが、2017年4月より、フリー。声優ユニットエイス後のメンバー。愛知県名古屋市出身。名古屋市立山田高等学校卒業。青二塾東京校卒業。代表作は、ウルトラマニアック、魔法先生ネギマ。シリーズ、ウィッチブレード、トナグラ。乙女はお姉様に恋してる。 英雄伝説シックスクーの奇跡。DC、ダカーポ、くじ引きアンバランスなどがある。声優ユニット、ドロップス、エース5のメンバーの一人。イメージカラーは、赤。自分を動物に例えると、しがらきやきのたぬき。好きな食べ物は、ナス。日本舞踊などを、趣味、特技に持つ。リオという名の猫を飼いでき愛している。愛称は、チュちゃん、カミちゃん、カンダさん、アケ。 勘違明美明子など多数存在するが、本人は明ちゃんと呼ばれることを望んでいる。堀江ゆいと、ウルトラマニアックで共演し、その関連で、ニーナアイユというユニットで、CD もリリースしたことをきっかけに堀江と仲良くなり、二人で2004年2005年と2年連続で沖縄に旅行に行ったりしている。所属事務所の後輩である、 野中綾白石良子とも以前のラジオ共演から始まってドロップス魔法先生ネギマと活動を通して仲が良い。また過去の共演の縁で皆川淳子とのつながりも深い。薬師丸広子のファン。そして好きな女優として平吉江を挙げている。尊敬する人物として高峰秀子の名前を挙げている。2012年7月20日。 会社員の一般男性と入籍したことをツイッター上で発表。アニメ、モンキーターンでは、協定クイーンとレポーターである、高橋京子役を演じているが、神田趣味本人も協定に関して、かなりの知識を持っている。高校生の時に、ホリプロタレントスカウトキャラバンのオーディションを受けたが、2次の水着審査で落選したという。ふとじは、メインキャラクター。 カンダ自身が参加する声優ユニットドロップス及びエース5のイベントについてはそれぞれの項を参照のこと。カンダ自身が参加する声優ユニットドロップス及びエース5の DVD についてはそれぞれの項を参照のこと。カンダ自身が参加する声優ユニットドロップス及びエース5の楽曲についてはそれぞれの項を参照のこと。ありがとうございます。